ボナセーラトゥティ、皆さんこんばんは。オナイトのベンダセラータ、今夜もベンダセラータ、素敵な夜を皆さんと一緒に過ごしたいと思います。ちょっとさ、前髪をさ、やったらさ、これね、ウィッグなんですけどね、ちょっと今直前にいろいろおかしなことになって、ちょっとすいません。これをね、一応やらなきゃいけないのでやります。コロナ対策、演者スタッフの検温は毎日行っております。換気50分に1回行っています。番組入れ替えの時、スタジオ内はすべて消毒しています。除菌機器を、トレールという機械を導入していますので、マスクなしでお送りしています。そして、番組への質問はこちらまでということで、ツイッターの、アットマークアズパン FM か、鳥小屋アズーリ FM と入れていただいて、検索していただいて、今トップに写真がアップされていると思うので、そちらにコメントとか質問がありましたら、ぜひ、送ってください。今日はゲストさんもね、とっても可愛いゲストさんもいらしているので、ゲストさんへの質問とかメッセージもお待ちしています。そう、今日もね、事前に、質問が来ておりました。ゆきこさんこんばんは。8月26日のコンサート、生のゆきこさんの歌唱が久しぶりに聞けてよかったです。ありがとうございます。今日のゲスト、ゆきこさんと一緒の大学の小田さや子さん、ゆきこさんのご友人とファンの女性の方々、綺麗な方が多くて、また会いに行きますね。そうなの、ほんとね、私の周りね、可愛い子ばっかなんですよ。ほんとこれ自慢、とっても自慢。大阪のね、梅川さん、ありがとうございます。そして、宮地さんですね。〇〇の秋ってよく耳にしますね。旅行雑誌の調査では、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋、紅葉もみじの秋、旅行の秋、睡眠の秋、音楽の秋、行楽の秋、実りの秋がベスト10だそうです。小野由紀子さんの〇〇の秋はどれですか？食欲？睡眠？もう言っちゃってるじゃん。でもこれ別に秋に限らずなんですけどね、食欲とか睡眠は私は年中、食欲睡眠はありますけど、なんだろうな、芸術の秋はね、もうなんか仕事だからね、これも別に秋に限ったことじゃないけど、なんだろう、旅行行きたいもうずっと旅行行ってないし、そう、温泉に行きたいんですよ。すごくなんかもう温泉に行ってゆっくりして癒されたい。ということで、旅行の秋にしときます、目標。ということで、この番組はですね、株式会社ヤドーマルプロジェクトさんと太鼓茶屋さんの提供でお送りします。一切れに心を込めて、一切れに思いを乗せて、日本に笑顔を、日本に元気を。浅草橋の海鮮居酒屋太鼓茶屋さん、イエーイって言われましたけど、たくさんのドラマや映画、CM などのロケ地としても有名で、テレビでも頻繁に紹介されている超人気店。ランチはお刺身食べ放題で、日替わりのお刺身5種類やおかず、サラダ、ご飯にお味噌汁、デザートまでついて50分1700円。いつも行列で整理券を配布していますが、プラス200円で予約ができるので、予約をすればすぐに入ることができます。そして夜は居酒屋さんとして、季節のコース料理や、アラカルトの、メニューがあり、目の前で見られるマグロの解体ショーや大じゃんけん大会などのイベントも毎日開催しています。マグロの解体ショーでは、おろしたてのマグロがその場で競りにかけられ、破格の値段で大トロや希少部位が食べられます。大じゃんけん大会では、 A5 ランクの仙台牛ステーキやマグロの釜焼き、お店のオリジナルのお酒などの豪華商品が当たります。
その他通販やデリバリーテイクアウトもやっていますので、ぜひ一度行ってみてくださいね。はい、タイコタヤと検索をしてチェックしてみてください。ということで、はい、今日もですね、素晴らしいゲストの方にお越しいただきました。はい、ソプラノ歌手の小田さやこさんです。イエイ、ようこさん。はい大丈夫、緊張してる？いや、いつから、私ずっと今映ってなかったですよね、うん、今映ってなかったよ。そうそうそう、今から、今から、あ、今映ってます、今から。素晴らしいゲストです。可愛い、そう、私のね、可愛い、こう数ある友達後輩の、本当私の周り可愛い子多いんですよ。でもゲストね、今までいろいろ来てくださいましたけど、みんなね、綺麗でしょ。そう、みんな綺麗、可愛いなの。そう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 、自分でやる。はい、ということで今日はね、さやこちゃんに、のイメージのワインを用意しましたので、ちょっとまずワインの紹介をしますね。はい、はい、ナポリがあるカンパーニア州、イタリアですね。はい、の、ラフォルテッツァ、あ、ごめんなさい、ラフォルテッツァというワイナリーの、アリアニコ EGT です。そう、アリアニコっていうブドウを使っていて、ジャムやベリー系の甘い香りのあるカジュアルなワインです。はい、EGT って、IGT って書くんですけど、まあ、ワインの、イタリアのワインの格付けで言うと、まあ、割と下の方のランクではなってしまうんだけど、でもすごく美味しいワインなんですよね。ちょっとごめんね、私なんかずっと前髪いじってるね、ごめんなさい、なんかね、目に入ってきちゃうのよ。大丈夫です、可愛いですよ。25歳に見えます。そうでしょ。ちょっと、もうちょっと感情を込めて言ってくれないかな。ということで、さやこちゃん、乾杯をしましょう。はい、はい、じゃあ乾杯。はい、どうでしょう。美味しいです。美味しいです。美味しい。そう、ワインはよく飲む？ワイン、うん、私お酒自体そんなに飲まないんですけど、たまにしか。そうだよね、なんかそんな、そうなんです、ちょっとこうご飯行ってちょっと飲むくらいだよね。そうですね、飲み会とかってやったことないもんね、一緒に。あ、そうですね、うん、でも、うん、炭酸が飲めないので、あと苦いのも飲めないので。ビール、すいません、炭酸飲めないくはないけど、あんまり得意じゃないので。ビールがダメ？そう、ビール飲めないし、なんかサワーとかもそんないっぱいちょびちょび飲んだら、うん、ごちそうさまっていう感じなので、うん、結構ワインとか日本酒とか飲むときは飲みます、うん、日本酒のイメージはないね。ワインは確かに結構イメージって言われるかもしれないです、うん、ね、そうそうそう、はい、かわいいし、そう。だからね、今日はさ、そのね、甘い香りのあるワインにしたの。香りがさ、すごくなんかこうベリー系でジャムみたいなさ、うん、甘い匂いがしない？します。なんか私すごい強制的に言わせてるみたいな感じじゃない？でもね、うん、なんか甘い香りでしょ。なんかこれさやこちゃんっぽいなと思ったの。ちょっと匂いがしなくなる。大丈夫大丈夫、はい、はい、そうそう、さやこちゃんは、まあ、私が今年の1月から、プロデュースを始めたイ・ボッチョーリっていう、まあ、若手といっても、まあ、みんな素晴らしい活躍をしてる、素晴らしい方たちなんですけどね、まあ、オペラをメインに、まあ、いろんなジャンル歌ってる人は多いんですけど、まあ、オペラ歌手とか、まあ、ソプラノ歌手、ね、テノールとかメゾソプラノとか、まあ、いろいろ選手はいるんですけど、今メンバーが8人いて、その中の1人。はい、そうそうそう。で、さやこちゃんとの出会いは2018年、4年前。なんかもっと長い気がするね。いや、どういうこと？しない？いやっていうのもしないか、しないか。いや、私が
ごめん、ちょっとどうしよう、私ちょっとこれあの前髪もうやめるね。いや大丈夫ですよ、可愛いですよ。前髪がある女子ってさ、ずっとこうなんか触ってるイメージない？そうそう、私別にあの整えてるんじゃなくて、なんか邪魔な毛がさいろいろあるの。ごめんなさい、ちょっと本当ごめんなさい、気にしないようにしよう。なんだっけ、そう4年前だから、そう私あそんな前だっけって思いました。そんな前だっけ、あそうまあそんな会ってないもんね、そんなにたくさん会ってないもんね、はい、そう、あの私がデビュー10周年記念であのオペラをね、うん、あのプロデュース自分でプロデュースをしてオペラ公演をやったんですね。でその時に、まあ、あの大学の先輩の紹介で、ねこれフローラちゃんという役なんですけど、さやこちゃんが、はい、フローラちゃんというお友達の役、娼婦友達ね、はい高級娼婦友達ね、はい高級です、はい、で私のいつも相談に乗ってくれたり愚痴を聞いてくれたり、あこれはねフローラちゃんじゃなくてアンニーナちゃんっていう私のあの、はい、なんて言うんだろう、女中さん、うん、そうですね、召使いさん、なんて言うんだろう、この時代だとお手伝いさん、あお手伝いさん、うんうんうん、で私がもう死ぬのを見とってくれるそうです ね, ねすごい顔して心配してましたいやもっとひどい写真あったんだけどねそうそうそう、私もね病弱な役だからさ、割とひどい顔が多かったんだけどなんか倒れてるの多かったそう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 これ死んでるで大体サイコちゃんがこう心配してくれるっていうねそうだね、フローラちゃん役もアンニーナちゃん役もどっちもなんか私のこう心配をしてくれる役だね。そうそうそう、はい、そこが出会いで、まあ、それから、何かありましたかね。それからあコンサートのお手伝いをしてくれたりとか。そうですね、はいあんまりないね、だからあんまり会ってないよね。でもなんかやっぱりね時期的に、うん、そうだねコロナでね、そう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 、うん、そうなんですよね。だからその空白があるからちょっと、うん、あもう4年前かっていう感じがもっと前の知り合ってしばらく会ってなかった感じがあったけど、実は4年前でした。そうでした、はい、ということで可愛い可愛いさやこちゃんのプロフィールをご紹介したいと思います。なってないじゃんこれさもうちょっとさこれさこっちにやってさ、それピンポン見えるようにしたら、あ、本当だ、そこでやる、はい、うん、何でもこういう小道具を使いたがる人っているよね。あ今まで使った人いないよね、私のゲストでいないのよ。今までも置いてあったんですか。置いてあったけど私がだいたいこっちに使わないから、あだからだみんな見たら押したくなってたはずそうかそうか、まあ、使ってせっかくあるものだからね、はい、はい、小田さやこちゃん、岐阜県出身、これはうぐいす谷でいいのかな、はい、うぐいす谷高等学校音楽科昭和音楽大学音楽学部声楽学科ミュージカルアカデミー02期卒業、はい、2期会循環員、好きな食べ物はうなぎなんでいきなりこう好きな食べ物入れてきたの。でもなんか丸してあるし大事だからオペラやミュージカル、コンサートやライブに出演。これさ普通さプロこの量のプロフィールにさ好きな食べ物入れてくる？びっくりしょ。しかもうなぎって何？うなぎ知らないですか？いやいやいやそんなにこう伝えたいことなんだね。いやまあね、他のなんか経歴見てもらって大体並ぶ話かないやまずさ岐阜県出身がすごい意外で。あそうですか、うん、あ都会っ子だと思ってました。いやいやまあまあ神奈川、まあまあ、神奈川くらいかな。なんで岐阜県以外っていうのはどういうところから。いやだからずっとこの辺にいる人なのかなと思ってた。だから都会っ子だと思っていやこの辺って広いからね、ほら埼玉県とかさ、はい、千葉県とかさいろいろあるじゃん、はい、でもさそうさっき聞いたの、岐阜県がどこにあるか分かんないんだって。いや岐阜県は日本の真ん中にあるんです
あ、それ場所分かってるじゃん。じゃあ岐阜県の中のどの辺とかっていうとちょっと難しいな、うん、なんで普通さ自分の地元ってさテストに出ないだって小学生の時にやったと思います。で忘れちゃったの。はい。でもさそれでもさでもさあの地元に例えばいる時にさ天気予報とかってまあその何わかんない岐阜県とか愛知県とかその辺のさ地理のこう拡大の天気予報が出るじゃない。で岐阜県1個じゃないでしょ天気予報上の方とか下の方とか、天気予報そんなになんか図で見てなかったかもしれないです私初めて聞いた自分の地元の図で見てます今だって神奈川とかのなんか図で見てますいや図では見ないけどこの辺が青いなとか青いって何雨青いからなんか雨かなみたいな。いやいやでもさせめて自分の住んでる場所がわかるよね。いや昔は分かったんだと思いますよ。だから小学生の時とかは習ったからちなみに今ここのスタジオどこか知ってる？ここのスタジオは浅草橋です、うん、駅ね。はい何区？ちょっとやめてください。そういう質問NG の質問で言わなきゃいけなかったですね私NG の質問で言ったんですよ。一応ね今日始まる前にさ、ね、この話はやめてとかって NG があったら教えてって言ったんだけど私いきなりよ私地理わかんないんですだからやめてって言ったのに。台東区だよね。台東区ですってありがとうございます。覚えて台東区鳥越台東区です。鳥越神社って知らないそこすぐこのスタジオの目の前鳥越神社なのよ。有名な神社なんですか？有名だよね。何有名な？わかんないの。何有名なんでしょうか全部カンペ出してもらって書こうとしてくれてるかでもそうね。さっきさ神奈川県と岐阜県の場所わかんないって言ってなかった？いやわかりますよ。それはなんか神奈川県の方が上にあるのはわかりますよって言ったんです。上って何え待って何より上？何よりどこより上？岐阜県より違うと思うよ。え？だって神奈川県って一番下だよね。ちょっと私もわかる。私もね地理苦手なんだけどさ、神奈川県ってだってもう多分日本地図のカンペ出してくれます。ここですって。いやだって神奈川県とさ岐阜県ってまずそもそも遠いじゃん。離れてるじゃん。そうなんですよ。でなんで岐阜県より上になるわけ？だって北海道に近いですよね神奈川の方が。北海道があるのが北です。そうだよ北です。そうだよ。で沖縄があるのが南です。そうだよ。でその真ん中にあるのが岐阜でそのちょっと上にあるのが神奈川です。上じゃないと思うよ。右横右下下じゃないってほらほらほらすごい。すごい。ちょっと岐阜県あ岐阜県って大きいね。大きいですよ。日本で1番目か2番目かな。やっぱり長野が一番ですかね。いやでも見てよほら岐阜県があるでしょ。はい。それで神奈川県は神奈川県見えないですね。そうでしょ上じゃないじゃん。だからほらあ本当だ右下じゃん。衝撃。右下。皆さん勉強になりましたね。いや これこそ小学生で習うよね。いやなんか違うイメージだったなちょっとちょっとさ今度さ白地図渡すからさ私はこういう感じで見てたんですよ今まで。こうやって今なってる。いやそれにしてもよ。こうやって持ってたんですよ、ね、それにしてもよ。それにしてもよ上にはならない。え結構、はい次行きます。そうですか。音高なんだね。はいそうです。音楽高校ね。そう、ま、岐阜県にもうぐいす谷っていうところがあるんですね。そうなんです。だからよくなんかこっちのうぐいす谷と思われるんですけど、ね、そうで高校卒業してじゃあ東京に、まあ、神奈川県に、ね、あそうです。来たのね。そうはい。でまあ声楽、まあ、オペラをね大学では中心にやって、はい、でそこからミュージカルに行ったの？そうですね。大学の時にミュージカルのサークルに所属してて、うん、はい、それから、うん、でもミュージカルの方が好きだったの？いや両方やりたいってずっと思ってて、うんうんうん、なるほど。あそもそも声楽を始めたのが、うんうん、なんかオペ
ペラがすごく好きとかっていうのじゃなくて、うん、歌が好きで、うんうん、ジャンルとかはあんまり考えてなく何でも歌うのが好き、そう、うんうんうん、好きでその基礎になるのが声楽なんだろうなって思って始めたんですよね、うんうん、へー、そもそもその歌を始めたきっかけは何なの？歌を始めたきっかけは声楽を始めたきっかけ、子供の頃は華原朋美ちゃんになりたかったんですよ。わかる、わかりますでもなんか私の世代はみんな華原朋美ちゃんか安室奈美恵ちゃんかスピードかマックスになりたいみたいな感じだえ、それ同世代だよね私と。そうかもしれませんね。え、だってあゆとかでしょ。はい、そうですね。そうだよ、あゆになりたかったもんみんな。あ、ちょっと後じゃないですか、あの華原朋美ちゃんとかの。そう、あの私が小学生の時に小室ファミリーブームだった。うんうんうん、そうですよね。え、いつ？小学校 3、4年とかですかね。何歳な、分かんないですけど、私もそのくらいだったと思う。うーんまあいいや。そう、ともちゃんになりたくて。でもともちゃんはオペラとかミュージカルじゃないのな。そうなんです、その頃はまだ出会っ、うん、オペラとかミュージカルっていう世界は知らなくて、うん、なりたいくてなんかオーディション受けたりとかもしてました。何の？アイドルじゃなくて。そうですね、芸能事務所とか、歌手志望で。そう、デビューとか見て、あ、これあんまりダメですか、商品名とか。いや大丈夫と思いますよ大丈夫と思いますよ、はい、そう。へー、で、まあだからオペラを、まあ、声楽を始めてオペラをやって、そこからミュージカルも勉強し始めて、で今は、今は、うん、今は歌ってますね今はもうオールジャンル。でも今はちょっと声楽によってます、最近は。なんかその時のブームみたいのがある。いや、ブームっていうよりも、うん、なんかまあその時の環境とかもあるんですけど、うんうん、こう両方ともできるようになりたいって思ってたんですけど、うんうん、そのなんかやっぱりミュージカルアカデミーにいると、もうさやちゃんはミュージカルの人なんだねみたいな感じで言われたりとかすると、うん、あ、ちょっと確かに最近ミュージカル寄ってきてるからちょっとクラシックもやんなきゃだみたいな感じに、うん、思ったりして、うまくこうバランスを、ね、そうですね。そう、皆さん、あのオペラとミュージカルの違いってわかりますという方が多分多いと思うんです、うん、元はねオペラなんだよね、うん、元は全部オペラで、で、まあ、割とこう身近にどんどんなってきて、アメリカに行ってね、あの大衆的になったものがミュージカルで、合ってます？諸説ありますけどね。そうですよね、はい、そうそう。で、一番大きな違いはマイクを使うか使わないかとか、まあ、あとダンスをするかしないかとかね。オペラはダンサーさんがいるので、ね、そのオペラ歌手はそんな激しい踊りとかはダンスはしないよね。そうですね、まあ、カルメンとかね、ああいう踊る役は別だけど、なんかミュージカルって踊って歌って踊って歌ってというイメージだよね。でもその切り替えって難しくないの？声の出し方とか。ああ、難しいですよね、うん、難しいと思います。変えてる？難しいなって思います。歌う時に、歌う時に、うん、声の出し方、オペラ歌う時とミュージカル歌う時、地声を使ったりとかもミュージカルだとしますよね、うん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 、まあ音域が違うからね、多分ね。そうですね、うんうん、ダンスもできるの？ダンスできるの？踊れるの？ダンスできるの？なんで？わかんない。いや、なんか見たことはないけど。そう、見せないですけど。だってミュージカルは舞台やったことは？舞台やったことあります。踊ったの？はい、あ、踊りあるのありましたとかね、踊りをとかな。でも学校では一通りバレエとタップとジャズダンスとやりましたね。すごい、できるんだじゃん。
声楽科もありますよね、日舞とか。あ、日舞とかね。日舞はダンスじゃないじゃない、身体表現みたいな授業が。バレエと日舞はあったけど、ありますよね。私それギリだもん。私ほんとダンスダメで。あ、そうなんですか。そう、あの右とか左って言われてもどっちか分かんないね。あの右がこっちで左がこっちなんですけど。違うのよ、だから踊ってる時にとっさに右で何かをしながら足はこうしながらみたいな。そんなリトミックみたいなことしてました。いやいやいや、ダンスダメなのよ。ほんとラジオ体操もうできないやつがあるの。私できないやつが第2ラジオ体操第2でできないやつがあるの。何回やってもできないやつが。そんな難しいのありましたっけ。そうだって、それでもちっちゃい頃から踊ったりするのも好きだった。そうですね、ちっちゃい頃はあの、うん、好きでしたね。嫌になった時期とかはありましたけど、うんうん、踊るの苦手意識で、すごくこう、そうですね、声楽習うより前に、うん、あのダンス教室に行ってて、うん、でダンス教室に行ってた、うん、あの同じ教室の子のお母さんが声楽の先生だったんですよね、うん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 、それで初めて声楽習った時はその方に教えていただきました。そういうご縁で。ね、すごいね。そうですね、身近にそういう声楽の先生がいなかったら、うん、多分やってなかったと思うので。そうだよね、うん、ダンサーになってたかもしれないね、そしたら。違うんだ。市民ミュージカルを、うん、そのダンス教室の先生が振り付けされてたりとかして、うん、それが初めてのミュージカルでしたね。へー。でそれでなんか振り付けってダンスでしょ、だから。あ、 そうですよ。まあ、ダンスの先生なんで、その教室の先生は。でなんか踊るのも、うん、歌うのも演技するのも楽しい、うん、全部やれるミュージカルって最高ってその時思ってたんですよね。それがなんか最初だったかもしれないです。まあ、どこが最初ですかね。ともちゃんが最初かな。そのオペラをやることもあるわけじゃん、はい、でオペラをやった時にさ、こう体がうずいてきたりはしないの。え、踊りたい、踊りたいみたいな。なんかオペラって割とこうね、シンプルな動きが多いんじゃない。こうなんていうの、余計なことをしないみたいな。なんかこう今行きたいみたいなのないの。でもミュージカルもずっと踊ってるわけじゃないですからね。もともとだから、そのジャンル関係なく何でも歌える歌手になりたいと思ってた。ピアノもやった。ピアノもやってました。習ってた。はい、すごいね。最初エレクトーンでしたね。うんうん、私もそうだった。あ、そうなんですね。そう、エレクトーンやってピアノやったかな。へー。なんか直近でオペラとかミュージカルのに出る予定はないの。はないですね。へー。なんかさ、今この歌手の仕事をやってなかったら何になってたと思う。あー、普通の生き方をしてたんじゃない。普通って何よ。いろんな職業があるじゃない。何してたと思う。なんか、いや、なんか、いや、普通の職業、音楽以外の職業について多分詳しくないんですよね、あんまり。そんなあらゆる仕事がある。あらゆる仕事があるけど、そのなんか、うん、いわゆる一般的なっていうか、こうだから OL とかさ、そうだったと思います。 OL お店の店員さんとか、店員さんとか、うん、それちょっとあのなんていうんですか、特殊なお仕事じゃなくて、特殊OL さんとか、うん、あのそういうなんか事務的なお仕事をしてた気がします。そういうのは嫌いじゃないの。嫌いじゃないっていうか、なんかこうパソコン仕事やったりとか、うん、そうですね、事務的な仕事やったりとか。なんか私すごい真面目な子だったんですよ、うん、過去形ね。元はすごい真面目な子で、うん、どこで変わっちゃったんだろうね。もうなんか校則とか絶対破れないみたいな。そう見えますよね。でも今でもね、ルーズソックスとか履いてなかったの。履いたことなくはないから
ルーズ世代じゃない？入ってなかったですね。ルーズはもうちょっとあの私の高校の頃にはちょっとダサい。え、でもミニスカートミニにしてなかった？ミニにもしてなかったんですよ。そう、それだから高速でダメだから。そう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 、すごいなんか長く履いてます。長くて、そうじゃスケバンみたいなんじゃないですか。逆に私も折れるだけ折ってたけど、いやそれもなんか、うん、まあオフの時にはしてたかもしれないですけど。あ、じゃあ学校から出たらとか。うん、オフって何学校の時のオフって何なの？制服着てる？土日土日あ、私服でしょ？帰り？帰り？放課後？あ、あ、なるほどね。放課後ではゲームセンターに行くとかは。ゲームセンターって校則違反じゃないの？え、プリクラ撮りませんでした？あ、いいのか。プリクラ以外した覚えないですけどね。でもゲームセンターって言われるとさ。確かに。え、高生ダメなんでしたっけ？あんまりダメじゃない？あ、でも今のは、いや、わかんない、わかんない、わかんない、生放送だし。はい、ということで、ということで、そんなさやこちゃんが、コンサートをね来月するんですねで、私さ、あのこの生放送でさ、親方にね、笑いすぎじゃないって言われたの、この間。私、笑いす�ぎ？うるさいかな？で、笑うときさ、これ、なんか私ずっと笑ってるみたいなさ、こと言われたんだけど、確かに笑ってるかもしれない。いいことですよね。いいことだよね。でも、こっから笑いなしでいきましょうか。嘘。今、何の話してたっけ？コンサートです。そうだよ、そうだよ、そう、大事。はい、あ、かわいい。ちょっと告知をね、かわいいでしょ、これ私がデザインしたの、このチラシね、すごいかわいい感じにいただいて違うのよ、このまずさやこちゃんの写真がさ、そう、もうかわいいって感じじゃん。すごい、あのクレープを意識して写真撮ったんですよねこれ、ね、クレープ用の写真なの？いや、なんかこのタイミングで撮り直そうって思ったので、うん、ちょっとクレープ意識して、うん、プリンセスじゃん、お衣装選んで、かわいい。だからこのかわいい感じのチラシにしようと思って、ね、合わせてくださって本当によかったです。レースみたいな、ね、うん、そう、クレープクレープ言ってますけど、クレープカフェでコンサートをねやるんだよね。はい、はい、ちょっとじゃあさやこちゃんからあの2022年10月9日日曜日、小田さやこカフェコンサートインクレープアリア、ダメだよ、今のダメだよ。クレープアリサ東京、イエーイ今映ってないからね、私たち今映してもらえてないからね、ちょっとみたいになってたから今だから映してもらえなかったのよ今。あ、まずいってもそうじゃあまずクレープアリサちゃんと言わなきゃダメじゃん、ほら場所をね、皆さんね間違えちゃうとか。クレープアリサ東京、東京、はい、武蔵小山、武蔵小山、はい、私がね、あの5月から毎月月1でコンサートをやってる場所なんですけどね、さやこちゃんコンサートやらないって言って、いや嬉しいです、初めてのソロコンサートなんです。そうなんだ、はい、ね、だからドキドキ、うん、でもいいよねカフェでねはい、そうそう、こう皆さんこう、ね、クレープ食べながらとか、うん、こう飲み物飲みながら、うん、ね、気楽にこう楽しめる場所なので、はい、はい、何を歌うんですか？今回は、うん、オペレッタの曲とかこう華やかな曲を多めに踊らないかな。オペレッタも踊るが多いよねそうですね、うん、そうですね、でもそんなにお店壊しちゃうといけないからお皿とかガシャガシャってしちゃうといけないから、はい、じゃあオペレッタの曲と、ミュージカルの曲も少し。オペラはないの？オペラは歌いますね、うん、オペラも歌います、はい、ベルも歌います、はい、まだお席はもうちょっとあるね、あとちょっとね、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。このさんもいますかね、
はい、私受付をやります。旦那さんにも会えます。あのチェックして集金をさせていただきます。すごい。はい、まあ、さやこちゃんのスタッフしますね。恐れ多い。いえいえ、はい、小野さんに会いに、はい、いえいえ、そんなそんな、お姫様に会いに。そう、ということで今日はピアノを用意しましたので、いける？いける？歌いますか。今の間は何？なんかワインもいい感じになってきた。いやこれ飲んで歌うことってある？あ、ありますね。ある、やっぱりなんか調子に乗りやすいので飲んだ方が。調子に乗りやすいから飲まない方がいいんじゃないの？え、調子に乗って歌った方がよくない？調子気が大きくなってね、やっぱり。あ、なるほどね。あの緊張を和らげるみたいな。はい、ということでちょっとまた私がね伴奏するという、ちょっとでもどうしよう、緊張してきたな。っていうかずっと緊張してるんですけど。いや、そんな風に見えません。緊張してる人大体ピンポンって押さないから、それ大体ね、そんな小道具使い出さないから。あれ、あ、これふと開かなかった。今いいんです、クレームばっかり。違う、さっき音も鳴らなかったしね。それは私の押し方がね未熟でした。未熟でした、うん、ちょっと持って帰って練習したら。いいんですか、持って帰って。ダメ。はい、ということで今日はね1曲歌っていただけるということなんですが、何を歌いましょう。はい、今日は、はい、ダダン。はい、ありがとうございます。サウンドオブミュージックより、サウンドオブミュージックをお送りしようと思います。そうでした、ね、サウンドオブミュージックって言ったからさ、ドレミの歌か何かしらと思ったの。え、ドレミの歌ってそうだよね。そうです。あ、そうだよね。そうで、私これさ知ってたの、この曲。私全然ミュージカル知らないのに、これリコーダーでさ、高校生の時にさテスト曲だったの。うーん、リコーダー。あ、じゃあリコーダーでもお弾きいただけた。伴奏急に。メロディーしか弾けないけど。しかももう弾けないと思いますし。はい、ということで最初の音、準備はどうでしょう。立ちますか。そうですね、じゃあ立たせていただいて。はい、はい、あ、かわいい。いや、ほんとなんかそのお姫様、こんなワンピース着れないよね。いや、かわいい、かわいい。今日はこのスタジオが青い、また座ったじゃん。多分、ね、このテーマカラーに合わせて、はい、知ってる？ここアズーリ、アズーリ FM って言うんだけどさ、アズーリ FM、 アズーリってイタリア語なのよ。嘘、嘘。イタリア語も勉強したはずでしょ。アズーリ、青、このしかもこういう青。あ、普通青の中でもね、青いろいろねあるからね。すごい、それもたまたまですか。そうですよ、パンダもたまたまで。そうなのね、すごい。私のパンダちゃん好きと、ここのね、別にパンダ好きで、あの呼んでいただいたわけではないんですけどね。はい、じゃあ行きましょうね。歌から入ります、はい、なんか音いります。入ります。今くれたから。
日本語だったのね。日本語でした。でも途中英語だったね。水田さんのミュージック。さやかちゃん英語もいけるの？そうそう。でもほらミュージカルって英語が多いんじゃないの？そうなんですよね。私はね全然でも日本で、日本で上演されるときはね、そうだね、日本語が多いですよね。確かにオペラとかは、オペラはあんまり日本語でってないですよね。恥ずかしいよ ね、あのオペラのオペラとかは日本語なこと多いですよ ね、そうそうそう、すごい多分能みたいに狂言とか能みたいになっちゃうのかな、オペラだと。あのすっごい恥ずかしい日本語だったりするじゃん。恥ずかしい、あ、愛がみたいな、そう、それこそミュージカルみたいな感じになっちゃう感じがね。はい、ということで、はい、はい、素敵な歌をお聴きいただきました。いや、すごいよかった。なんか私逆にさ、オペラとかしか聞いたことないから新鮮だった。ミュージカルね。じゃあこういう歌がいっぱい聴けるんですね、10月9日ね。はい、はい。で、まあそれ以外にも、まあ、今後いろいろコンサートとかもやっていかれると思いますので、まあぼっちょりのね、ぼっちょり公演とかも今後あると思いますので、はい、さやこちゃんの SNS ホームページなどをちょっとご紹介したいと思います。はい、結構更新してる？これ Facebook。 はい、は更新してる？あとは何が出ますか？あとは Twitter。 Twitter は更新してる？してないですね。しないといけないんですね。メインは何が一番更新してるの？何もこれ、ソランちゃんって何？ソランちゃんって何？あ、ソランちゃんは、はい、ポコチャっていう配信アプリで配信をしてたんですけど、配信やってるんだよね。そうなんです、してるんですけど、その時のハンドルネームといいますか、なんでソランちゃんなの？ソランちゃんっていう人形が、お人形があるんですけど、赤ちゃんみたいな、ポポちゃんの友達らしいんですけど、可愛いんですよ。が好きなの？うーん。似てるの？いや、もともと職場働いてたところでニックネームを決める職場があって、そこでのニックネームがソラっていう名前だったんですけど、ソラちゃんでもよかったんですけど、それだと普通なので、ちょっとそのソランちゃんからいただこうと思って、その名前を。じゃあ別にそのソラン、その人形のソランちゃんは関係ないのね。後からその人形のソランちゃんの存在を知って あ、この名前も可愛いし、名前も可愛いし、この子も可愛いからこの名前もらおうって思って、なるほど。詳しくは知らないんですけど、ソランちゃんについては、見た目もすごい可愛いですよ。後で見てみるね。これ私みたいな、こうウェーブヘア可愛いのね、私みたいにね。早い、早押しみたいになってるから、まあ、なんか Facebook、インスタ、ツイッターを一応やっていて、例えばなんか今後のさ、そのイベントとかコンサートとか何かあるときはどこに、どこを見れば、まあ、全部上げる予定です。 Facebook、インスタ、ツイッターどこも、はい、じゃどれかチェックすれば見れるんですね、はい、あとその配信っていうのは、配信はポコチャっていうアプリで、ソランちゃんっていう名前でやってます。はい、これはちょっと私はわからないんです。ソランちゃんってやれば探せるの？いや、探せると思います。ソプラノ、ソランちゃん、アットソプラノ、アットじゃないか、ソプラノ歌手って書いてあるはず、はい、顔もあ出てるんだよね。顔も、あの今のね、あのチラシの顔です、今。配信はさ、どんなお話をしてるの？なんか、歌ってる？本当にお話、まあ、たまにしてて、それ以外は歌を結構歌ってます。 お話は、なんか今日は牛の日なので、うなぎを食べますとか。牛の日じゃなくない、なんだっけ、土曜の牛の日、土曜の牛の日なので、牛の日って書いてありません？ありますけど、うなぎを食べますとか、食べてるとこ、ね、こう生中継、なんか、分かんない。配信ってでもそういうものなんでしょ？そう、何気ない日常をね、何気ない日常を共にする、でも私は歌ってることが多いんですけど、たまにそうやって、ね、
みんなが見たいであろううなぎを食べる需要があるのね。でもいいよね、その歌もいっぱい聴ける配信、うん、で生でもし見たいなと思ったら会場にね来ていただいて生ソランちゃんをうなぎを差し入れにすごいいやいや全然ね来ていただけるだけでありがたいので、はいはい、ね、はい、ということでちょっとここで私の告知をちょっとだけ失礼します。はい、はい、まずね明日なんですけれども、これもね私が、プロデュースをしているイボッチョーリのメンバーの、新家香織ちゃん、はい、メゾソプラノの、この子もね、オペラとミュージカルどっちもやってますね。はい、その香織ちゃんとあと土屋めぐみちゃんというピアノでアコーディオンをやってらっしゃるこの2人のコンサートが、まあ、同じクレープアリサで、はい、明日あります。これはねあとね 2,3 席多分お席があると思いますので、お時間がある方はぜひいらしてください。はい、そして今日はねクレープアリサさんばっかりだね。今度私のねそう、これ5月からやってる月1でねやっているメレンダコンサート、はい、9月は26日毎月26日なんですけど、今回は月曜日ということで、はい、3時から4時まで、コンサートをして、その後はこうみんなでワインを飲みましょうという、はい、すごく気楽なカフェコンサートですので、こちらもまだお席ありますのでぜひいらしていただけたら嬉しいです。はい、そしてね次回のゲスト、10月1日のゲストはまたボッチョーリメンバー、最近ちょっとボッチョーリメンバーが続いてるんですけれども、はい、ソプラノの小林かなちゃんと、今のねメドソプラノの新手香織ちゃんが、2人で来てくれます。はい、また生歌もありますのでお楽しみに。はい、ということでもうね本当あっという間でしょ。あっという間ですね。そうだってあと3分あと2分だもんね。もっと喋りたかったね。なんか心残りは心残りは次回次回このたっぷりね。さっきこれは聞かないでって言われたんですけど、好きなオペラは好きなオペラは小野由紀子さんの演じられてるヴィオレッタの椿姫です。さもうちょっと自然にできないわけ。そのお芝居ならお芝居でもうちょっとさ心を込めてさ言うといいんじゃない。いや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 本当のことだから。嬉しいわ。好きなミュージカルは好きなミュージカル、うん、好きなミュージカルもね一つに縛るの難しいんですよね、うん、結構、はい、うん、すごいこれ考えちゃいますね私。全然ミュージカルの種類を知らない私。あ、オペラ座の怪人とかはタイトルは知ってる。まあ、あのもういいですよ。あとレミゼラブルは知ってる。レミゼラブルもいいですよ、うん、あとアイダもいいし、アイダってオペラとは違うの。あ、ストーリー一緒ですね。一緒。あとあのボエームとレントがストーリーが、あの時代がちょっと違うんですけどとか、そういうなんかリンクしてるものがあります。あ、だってウエストサイドってロミオとジュリエットでしょ。そうですね、そうね、とかそう考えると面白いね、オペラとミュージカルね。あ、結構面白いですよね、つながりが。そうか、はい、まもなく終わりになりますけど心残りはなんか言い残したことありませんか。大丈夫です。大丈夫です。はい、ということで今日はさやこちゃんありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ遊びに来て、はい、またその心残ったことをね、はい、はい、また次回またね次回も歌ってもらって、はい、はい、ということで、またね10月9日皆さんぜひいらしてください。はい、今日も、ご視聴いただいた皆さんどうもありがとうございました。それではおやすみなさい。もなのって